それではアンポルキア選手の試合前インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。まずオフィシャルから質問です。大会まであと2日となりました。現在の心境を教えてください。えっとまあ練習すべてやることやってきたんで、あ,あとは水を抜くのにあと3.5キロ落とすのをしっかり集中して、 もちろん見ました、えー、見た感想は、えー、ス,ピスピードも速くてで、まあ、パワフルなフックアッパーとかすごい、あのーまあ、もちろんですけど強いパンチを打ってて、あのー、一番最後に見たエキシビジョンの試合を韓国でやったやつを見たんですけど、まあ、その時の試合よりもあの確実にいい仕上がりで来てくれたんで。 試合が楽しみです。まあどんな展開になるか正直あのー、自分のわからないです。わからんけどでもどんな展開になろうがあのー、自分がやってきた作り上げてきたボクシングをパッキョー選手にぶつけて必ず勝つつもりでいます。うんまあもうここに来て このタイミング2日前で今更もう高まることは特にないですねもうずっとそれはイメージずーっとしてきたんでもう今はとにかく目の前の戦いもうすぐ始まる戦いに向けてうんそこにだけ集中してますね環境のことかは特に考えないです えちょっと安保選手の今回の試合とは直接関係ないかもしれないんですけれども、まあ、ライジンファンはこう、まあ、ボクシングに対して、まあ、メイウェザーの試合で結構悔しい思いをしているライジンファンもたくさんいます、でそういう,こうファンのこう思いをこう背負うとか、そういう部分というのは、今回の安保選手の中にございますかまあもちろん、あのーまあ、切れいごと抜きにして、まずは自分のために戦います、一番は。自分の未来を変えるために。でその中で、まあ あのメルダザ選手に、まあ、これまでこう、ナスカ選手と蓮倉、えー、選手が負けて、で多分そ,の、まあ、そういうふうな感じで外国人選手からは、まあ、日本に来たら、歴史を読んで、軽く稼げるぞと、まあ、思われてると思うんですよ。まあ、それを絶対そうさせないぞという義務ふ気持ちは、うん、めちゃくちゃありますし。 そうですねまあ、ストリックラウン選手やったときもそうですけど、まあ、日本人なめんのよって気持ちは多分俺結構強く持ってると思うので、はい、それは見せたいと思います、まああのー。もちろんリーチが長い方が遠い距離では当たりやすいというのはあるんですけどでもそれは逆に近くに行けば手が短い方がパンチは打ちやすいというあの場面もあると思うので、まあ、そこはリーチを生かしての戦い方をしたいなとは思っています。 もちろんあの戦術は100%作ってきてます。でそれをやって、まあ、一ランド出してみてで、まあ、それがハマるかハマらないのか、まあ、そこの時に答えが出ると思うんで,でそこから先はもう自分のインスピレーションとか今まで戦ってきた、まあ、勘を使うわけじゃないけど、あのーまあ、自分の本能に任せてみようかなってふうに思ってます。リズム感ですリズズムム感、はい、ボクシングの多分リズムとは あのやっぱりキックボクシング出身なんで、まあ、ボクシング始めても3年4年になりますけどその,その僕がやってきたボクシングっていうのはボクサーのスタイルでボクシングを覚えるんじゃなくてキックボクシングで優位に立つ上でのボクシングを、あのー、積み上げてきたんで。 まあそれをこ,うまあこの12ヶ月でこう改良したんですけど、まあ、でもそのボクサーとスパイってみんなが言うのはあのリズムをつかみにくいって結構言うんでそこは多分なんやろなパッケオ選手も多分そういうタイプのボクサーだと思うんですけど結構戸惑うんじゃないかなと思います。